パルコ前をご通行中の皆さん、今ここのパルコもあるいは西武百貨店でも店員の皆さんがマスクをやっています。こんなことは本来は客商売じゃ考えられないことなんですよ。で、店員の人たちもマスクなんかをして接客したくないでしょう。しかしそうせざるを得ないんです。そうせざるを得ない原因は誰が作ったか。中国ですよ。これは明らかな人災です。これは中国当局も認めています。今中国は世界中に迷惑をかけています。これは誹謗でも中傷でもなく中国自身がそれを認めています。今その時にその中国の親玉を国の大事なお客様として呼ぼうというような国があったとすれば、そんな国はあるわけがないというのが常識だと思います。国連加盟国だけでも200くらいあります。今この時期に世界中に迷惑をかけている中国で、皆さんがマスクをかけている理由を作った中国、これは明らかな人災です。チャイナウイルスをばらまいた親玉を極貧で呼ぶというバカな国が世界で一体どこにありますか。日本なんですよ。それが残念ながら日本なんです。この世界中の嫌われ者、世界中にチャイナウイルスをばらまいた張本人習近平がなんと4月6日に日本の国賓として来るんです。こんな馬鹿げたことをやったら世界中からバカにされ、罵られ、憎まれますよ。これは今パルコの前を歩いている日本国民お一人お一人お一人が世界中から嫌われるんですよ。今この時期に世界に迷惑をかけている張本人、人災を巻き起こした張本人、中国の習近平を極貧で日本は4月6日に呼ぼうとしています。こんな馬鹿げたことが許せますか。全て今日本が諸外国と比べてもこのチャイナウイルスの対策が遅れているということは、これは多くの人が言っています。その理由は何かといえば、言うまでもなく習近平を国賓で呼ぶからなんですよ。国賓で呼ぶ以上、国の大事なお客様として呼ぶ以上、その国に対して最大限の配慮をしなければいけない。だからウイルス対策が遅れてしまったんですよ。で、本来はそれを攻撃しなければいけない野党の立憲民主党なんかは中国大好きですよ。だから今の中国のことを批判しないで、一人も死んでいない桜の会なんていうどうでもいいマイナーな問題を取り上げている。そして政府は習近平を国賓で呼ぶという方針を未だに守っていますから、ウイルス対策ができない。そしてその被害を今皆さんが受けてるんですよ。もう早くも日本人一人死にました。こんなことは残念ながら一人じゃ済みません。これからおそらく200人ぐらい集まる集会はできなくなるでしょう。まもなく野球も始まります。ドームなんかでの試合もできなくなるかもしれない。オリンピックもどうなるかわからない。そうした原因を作ったこれは明らかな人災です。その人災の親玉、中国の習近平を日本政府は4月6日に国賓、国の大事な宝として呼ぶんですよ。そんなことをしてしまったら世界中から日本は恨まれ、罵られます。そしてその責任は日本が民主国家である以上、パルコの前を歩いているマスクをしている皆さん、お一人お一人お一人がその責任を背負わなければいけないんですよ。こんな踏んだり蹴ったりことがありますか。この世界に迷惑をかけている張本人、これは人災だということは中国も認めています。チャイナウイルスの張本人、習近平をありがとうございます国賓で日本は呼ぼうとしてるんですよ。こんなバカな国が世界のどこにありますか。あったら教えてください。ですから国賓で呼ぼうとしてるから、全日空も JAL も未だに中国への飛行機を出してるんですよ。そうしたら今中国に行くためにはヨーロッパの人も日本経由で行くわけです。そうすればこのウイルスが世界規模に蔓延した場合、日本は中国と並んで世界中から非難されるんですよ。
そしてその非難されるのは今そこを歩いている日本人一人一人一人が責任を負わされるんです。絶対にそんなことは許してはいけないということで今立ち上がっています。こんな時に中国のこの世界中に迷惑をかけているチャイナウイルスの親玉習近平を国賓で呼ぶなるという馬鹿げたことは絶対に許してはいけない。立ち上がりましょう、頑張りましょう。ありがとうございました。